今年の会場はメジャー初開催となるエリンヒルズゴルフコースです。コースをレイアウトする木がなく、風があらゆる方向から吹き抜けるリンクスにも似た天候にも左右されやすいコースとなっています。中継の解説を担当する佐藤プロと杉沢ツアープロキャディ、そして松山英樹の専属キャディ進藤さんがコースを視察し入念にチェック。エリンヒルズゴルフコースはどんなコースなのか感想を伺いました。2番みたいにもう本当丸テーブルみたいにこんなちっちゃいグリーンもあれば、もうめちゃくちゃ大きいグリーンもあれば、もうポテトチップスみたいなグリーンもあれば、比較的フラットなとこもあるんで、まあティーショット成功した時点でここは攻めれるとか引かなきゃいけないとか、多分本当そういうメリハリが大事で、バンカーもそうですよね。いろんな形のバンカーしてるから入り方によって全然そうです、ね、あのバンカーはちょっと厄介な、本当ね、なんですか、細いですよね、食いきなかったり幅が細かったりこう、だ本当止まるところで、バックスイングこんなアップライトに投げなきゃいけないとか、もういろんなこと発生するんで、あとやっぱ風次第かなと。これ風がなかったたらフェアウェイ結構広いので、時間帯によって変わるってなんか言ってましたよね。だいたい朝穏やかで風なくて、まあだんだん時間を追うごとに強くなってきて、7、8メーターぐらいは常時吹くと、これ逆の風吹かれたらちょっと困りますね。まあ松山選手にどんなコースっていうのを説明します。フェアウェイは広いけど狭く、すごいやっぱり狭く感じると思う。なるほど。メリハリというか、逃げるところ、攻めるところが結構はっきりしてるコースだと思うっていう形で伝えると思います。ポイントになるところってありますか？ティーショットが大事なんじゃないかなと思う。ティーショット、ポイントはティーショットでまずしっかりフェアウェイキープすると、地道な手堅いプレーっていうのが最後報われるっていう感じですよね、多分ね。じゃあ最後にじゃあ大ちゃんから意気込みをね、この US オープンに向けて。そうですね、去年は、ちょっと悔しい思いをしたので、ぜひここでこの大舞台で、秀樹が頑張れるように、しっかりサポートしたいなと。今から楽しみですね。楽しみですね、メジャー初制覇に挑む松山英樹の前に立ちはだかるのはディフェンディングチャンピオンのダスティン・ジョンソン、今年のマスターズで優勝したセルヒオ・ガルシア、2015年大会の覇者ジョーダン・スピース、ジェイソン・デイ、ローリー・マキロイ、ジャスティン・ローズの実力者たち、そして日本からも池田裕太、谷原秀人、小平智、今平周吾、宮里優作が参戦します。今年も過酷な戦いが展開される全米オープンゴルフ選手権、6月15日からどうぞお楽しみに。そして全米オープンの特集番組もラインナップ、松山英樹直前インタビューの完全版をお届けするじっくり徹底解剖全米オープン、宮里優作が劇的なプレーオフで出場権を得た日本予選の模様など関連番組を多数放送。こちらもお楽しみに。